うららちゃんのりょうさん、どうも、ぐっちでーす。あ、メガネの人じゃん、メガネ。はい、ということで今日は、2021年度に加入する伊藤敦樹選手についてお話したいと思います。またしたな。はい、伊藤敦樹選手、身長182センチの78キロ、浦和ジュニアユースから浦和のユース、そして流通経済大学を経て今季浦和レッズの方に加入いたしました。流通経済大学の方では、キャプテンマークを巻いて、なおかつナンバー10です。ポジションは主戦場はおそらくボランチだと思います。ですが攻撃的なミッドフィールダーからセンターバックまでこなす非常にポリバレントな選手です。で、私が見た試合では4バックのうちの2センターバックの右かなの一角をやってて、まあ、そのナンバー10背負ってんのにセンターバックにいるって本当異様な光景。彼の持ち味の一つはもうナンバー10らしいその長短を織り交ぜるパス、攻撃のスイッチを入れるパス、そこが彼の大きな強み。そしてチームは機能していく。まあ、何より彼の、まあ、センターバックからだったんですけど、まあ、非常に目立ったのはロングパス、まあ、結構中盤を飛ばしてのパスだとか非常にピンポイントにパスが出せる、これは非常に強み。例えば2センターバックで藤原選手も非常にロングフィード前ですね。でなおかつここでまた伊藤敦樹選手とかもしここでセンターバック並んでいったら、これもう両方からバシバシ縦入るで、これ、まあ、とはいうもののおそらく主戦場はボランチだと思うんで、まあ、そういったところから素晴らしいパスを期待しています。そんな彼もユース時代はトップ下を、多くこなしており、ゴールにつながるプレーに磨きをかけていました。そして大学時代から本格的にポジションをボランチに落としております。そして去年はセンターバックもこなしました。ちなみにユース時代の監督は去年まで浦和レッズのトップを率いていた大槻監督、流通経済大学は昨年は張吉瀬監督が就任していましたね。まさに大槻監督と張吉瀬監督のハイブリッド、それが伊藤敦樹。ボランチの試合を見ていた時は、まあ、本当に前に出て決定的なパスは出せるし、中盤で相手を潰せる、まあ、そのボールを取ってからなおかつすぐにロングパス、ピンポイントのパスを出せる、やはりボランチでもそういった素晴らしい動きができるので浦和でも重宝されるはず。まあ例えるならば浦和で言うと、昨年までいた青木選手にちょっと近いのかな。潰せるし縦出せるし、伊藤敦樹選手本当に質の高いボランチです。また彼の両親が、浦和レッズのサポーターだったということもあり、小学生の頃から浦和の試合に通い、ゴール裏で声でサポートする選手でした。そういった子が浦和レッズの選手になる、まさにシンデレラストーリー。流通経済大学時代非常に名門校で、全国各地から実力者が集い、部員の数はなんと200人を超えると言われています。その中でキャプテンマーク、またナンバー10、もう期待しかない、期待しかない。もう伊藤選手はどちらかというと守備的な選手より、印象ですよ、守備的なポジションにはいるものの、どちらかというと攻撃的な選手のイメージがあります。相手を潰すことはできるんですが、彼の長所は間違いなくその長短を織り交ぜる、まあ、視野の開いパスセンス、中盤の真ん中で散らせるような選手のイメージがあります。まあ、センターバックやってる時に気になったのが、よく柏木選手が体の向きとは違う位置に出すパスあるじゃないですか。あんな感じで結構縦にズシッと打てるんで、まあ、そこはちょっと相手を翻弄させるパスもできるんじゃないかなと思います。小学生時代からの根っからの浦和レッズサポ、間違いなく浦和レッズというのはどういうクラブなのかを熟知してるはずです。どれだけ熱いサポーターを浦和レッズが抱えていて情熱的なクラブかっていうのは間違いなく理解してる選手、浦和の責任を背負ってくれることでしょう。期待しています。それでは進みます。せーの、これグーシーの GS に見える、これ GS。